改めまして、神谷博史です。モス、小野大輔です。では、リスナーから届いたふつふつを紹介していきまーす。いきまーす。春野さんからいただいています。神谷博史生誕祭ラジオ CD 買いました。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。神谷博史生誕祭 CD の方は、普段ノイズ混じりで聞いているので、クリアに聞けただけで感動しました。おお。特に、ハマーンちゃんの声が聞こえた時の神谷さんの驚きっぷりは何回聞いても最高です。DGS ムービーは DVD で初めて見ましたが、神谷さんがよく言う、小野くん、顔の意味がようやくわかり、これからは、小野くん、顔と言われるたびにあの顔を想像します。神谷さんのラジオテク最高でした。オーディオコメンタリーは DGS 座談会でとても楽しかったです。以上です。なるほどね、ありがとうございます、ね。まあただね、小野くんのね顔はね、だんだんこう、うん、なんだろう、顔毛が進化していっていて、今もう形容しがたい顔をするので、微妙に違う表情をするようになっています。進化？進化っていうかよくわかんないけれども、レボリューション？うん、顔毛をどんどん進化させていく。そうね。小野くんがよくわからない僕に。最近お気づきですか？何ですか？僕ね、かしわで打つことが多いんです。すごい。どんどん体と顔ですよね、はい。で表現するようになってます。そうですね。どんどん声優として退化している気がします、ね。本来だったら目の前にある出来事なんかを言葉で今こういう風に起きてますよってことを説明しなきゃいけない立場の二人なんですけれども、小野くんがそれをもう完全にこの番組放棄してますから。拾ってくれるから。だからそれを、あんたが。それを僕もなんか拾うのがだんだんめんどくさくなってきて。そうですね。うん、小野くん顔っていう風に、うん、まあなんかこう省略してるじゃないですか。ショートカットしてますね。はい、最小限に。ええ。うん、でも、それでももう形容しがたい感じになってきちゃってるっていうことだけは皆さんにお伝えしておきます。うん、まあ映画の中でしている小野くんの表情っていうのも参考には当然なるんですけれども、うん、そこからアクションとしては進化してます。はい。レボリューション。声優としては、退化してます。うん、プラマイゼロ、うん。ゼロですね。むしろマイナスな感じするんですけれども。おっとおっと、そんなに褒めないでよ。褒めちゃいないけれどもね。まあただオーディオコメンタリーの中でもですね、いろいろ言及しておりまして、うんうん、まあそのラジオテクニック的なところですか。まあそうね。はい、まあいい意味でも悪い意味でもね。本当にいい意味でも悪い意味でもなんでございますけれども。ラジオテクね。まあ映像として皆さんにお届けしてますけれども、僕らほらラジオだと思ってやってるから、うん、そうですね。基本的にはラジオリアクションだし、うん、ラジオトークだし、うん、みたいなことじゃないですか、うんうん。ただそれをこうなんとなく見せられたらそういうもんだなと思っちゃうけれども、うん、それをオーディオコメンタリーの中で我々解説してますから。だから、まあある意味企業秘密的なものをね、やっちゃってるっていうことですよ。だよ、うん、商売上がったりだよ僕は大丈夫ですね。え、おー、うん、おー、おー、大丈夫。むしろ小野くんは魅力12倍だから、ね、そう12分にそこに引き出してるからね。やっとかと。やっとここで小野くんがそういうことかと。やっと俺がああいう顔をしているのを見た上でのそこに対する解説がやっとついたかと。そういうことだね。やっとですよ。本当そうだわ、うん。あらららら。らよかった。いいことないんじゃねえの俺は。プラマイゼロ。ゼロかな小野くんがプラスで僕マイナスでプラマイゼロかなそういうわけじゃねえと思うけどもね。はい。同じく CD の感想でございます。ディアネームほろ苦いさんからいただいております。私は発売日のお昼過ぎにお店に行って、一番に行ったのが DVD コーナーでした。するとどこにも置いてないのです。もう売り切れかよ、ほんとどんだけ売れっ子声優だよと激しい衝動を抑えながら店内を探していると、とんでもないところにありました。CD コーナーの一番上の棚に。しかも、その後、レジで店員さんに、こちら CD なのですが、お付けできるカバーが DVD サイズになるのですが、よろしいですか？と、とても申し訳なさそうに言われてしまいました。もうおとなしく DVD メインだと売り出していけばよかったのではないでしょうかとのことです。ダメだし CD だもんよ。だって CD だもん。だって CD だもんよでもあれですね、このお店はちゃんと CD コーナーに置いてくれたんですね。そうですね、 CD コーナーの一番上の棚にって書いてありますけども、分かってらっしゃるね。まあ普通 CD って CD の大きさと同じぐらいの、うん、まああのプラスチックのケースに入ってるじゃないですか、はい、長方形のね。だから多分その大きさの棚なんだと思うんだ。はい。一番上は、天井がない。在庫置くところやん。在庫置くところに多分置いてくれたんだね。ちゃんと僕らの意図を組んでくれたわけだよ。もうほんとそうですよ。完全にあの、手としてはトールパッケージなので、はい、あの DVD を普通にね、積んでいるあの大きさなわけですよ。これなんであの大きさにしたんだい？これは。なんでそちら監督に聞きたいけれども、CD だっつって売りたいんだったら、最初これあの大きさで売りゃよかったんじゃないの？なんでトールパッケージにしたの？いや、大きい方がいいかな。大きい方がいいかなと思って。
あんたの尺度で考えるなよ。まあでもあれなんだね。このお店では、CD のなんか、カバーとかつけてくれんだね。そう、申し訳なさそうに、DVD のサイズのカバーになっちゃうんですけど、いいですかって言われたって。ああ、優しいね。まあ、しょうがないね。しょうがないよね。それはもうしょうがない。本当は CD なんだけれども、DVD のカバーで、まかなえるんだったら、それはそれでしょうがない。もっと言うと、DVD ついてるしね。ん？うん。DVD だしね。おまけね。おまけがね。おまけだからね。ほぼ DVD。ほぼ DVD です。あの、パッケージ見て皆さん分かったと思うんですけれども、ハマーメモリアルの写真と、ザ・ムービーの、ザ・ムービーの写真と、二つ並んでるんですけど、どう見ても、ザ・ムービーの方が写真でかいからね。6対4ぐらい。全然でかいから。おかしいだろ、この比率がよ。比率がね。まあいいんだけどね。いいよ。まあでもメインは CD だから皆さんお忘れないようにね。これいろんな大人の事情があるんだ、これにね。僕もね、DVD だと思ってたんだけど、もうぶっちゃけ DVD なんじゃねえかなと思ってたんだけれども、こういろんな理由があってね、CD なんだわ。まあそれは深く突っ込まないでくれな。お察しください。はい。あとですね、オーディオコメンタリー内でですね、内田監督が、いや、実はオープニングのところで、秘密が一個ありまして、みたいな話をして、クイズみたいなの出してたじゃないですか。皆さん、ほぼ正解です。ご満足ですか？内田監督。満足そうな。何あれ？満足そうな。何あの態度。監督フェイントしましたね。満足そうだ。すごい。まあまあ良かったですわ、じゃあね。それにも気づいていただけまして、まあオーディオコメンタリーやったのも無駄じゃなかったかなという気がしますけどね。なんかね、隅々までね、見ていただいて、聞いていただいて。ね、ありがとうございました。そんなわけで引き続き皆様からの普通ストーンをお待ちしております。